平野紫耀、高級ブランドアンバサダー内定。インスタグラム投稿が経済効果を巻き起こし、注目を浴びる若手俳優。日本のエンターテイメント業界は、数多くの若手俳優やアイドルが競り合い、そのキャリアを積み上げていますが、その中でも平野紫耀は異彩を放つ存在として際立っています。元、キング、リンチェプリンス。 メンバーで現在は東米、飛べ、所属している平野紫耀はその多彩な才能と広告効果において注目されています。本記事では、平野紫耀が高級ブランドのアンバサダーに内定した可能性について探り、その経済効果に迫ります。平野紫耀の高級ブランドアンバサダー内定の匂わせ、 9月18日、平野耀は自身のインスタグラムを更新し、高級ブランド、ルイ・ヴィトンのアンバサダーに内定したかのような投稿を行いました。この投稿は、ルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションで統一したコーディネートを披露した写真でした。平野はショートスリーブデニムワークウェアシャツ。 デニムカーペンターショーツ、モノグラムフラワーストッパーコットンフーディ、そしてエスロックベルチカルウェアラブルウォレットを着用し、これらのアイテムの合計価格は総額93万円を超えました。この投稿を受けてファンからは歓喜の声が上がりました。実際に平野の投稿を見て同じ商品を購入しようとしたファンが、公式サイトで一時的にページが見つかりません。 と表示される事態が発生しました。これは平野仕様の影響力が商品への重要に直結している証拠の一つと言えるでしょう。また、9月28日に発売予定のファッション誌、L ジャパン、L ジャポンでは、平野仕様特別版と題した特集記事が掲載されることが発表され、各予約サイトではほぼ完売となっています。 さらに、紙面でルイ・ヴィトンの最新コレクションを着用していることが明らかになり、これはアンバサダーに就任した可能性が非常に高いとされています。高級ブランド、エルメスとの関連。さらに、インスタグラムには9月19日に、平野仕様が高級ブランド、エルメスの冬用コートを羽織った写真を公開しました。 この投稿からも、ルイ・リトンだけでなく、エルメスもアンバサダーに就任した可能性が匂わせられています。平野のファッションセンスと高級ブランドとのコラボは、ファッション業界において大きな注目を集めています。レモネード騒動と社会貢献。平野仕様は俳優やアイドルとしてだけでなく、社会貢献活動にも力を入れています。 特筆すべきは、2023年7月30日に起きたレモネード騒動です。その日、平野はカフェでレモネードを飲む写真を数枚投稿しました。この投稿がきっかけとなり、平野ファンのレモネード欲が刺激され、コンビニなどでレモネードを購入する人が続出しました。 そして、翌翌日の8月1日に発売されたファミリーマートのみんなのレモネードが飛ぶように売れたのです。実は、この商品は小児がん啓発を行う団体、一般社団法人みんなのレモネードの会とのコラボレーションで生まれたもので、売り上げの一部が小児がん患者の子供たちを支援するために寄付される仕組みとなっています。 平野のなんとなくの投稿が大きな社会貢献につながり、一人24時間テレビ状態とまで評価されました。これは平野仕様の経済効果がエンターテイメント業界に止まらず、社会にも大きな影響を与えていることを示すものです。ジャニーズ事務所を早々に退社し、クリーンなイメージを維持。平野仕様はジャニーズ事務所から早々に退社し、 クリーンで精錬なイメージを維持しています。この点が広告業界からの彼への関心を高めている一因と言えるでしょう。広告キャンペーンにおいては商品やブランドのイメージとタレントのイメージの整合性が重要ですが、平野仕様はその点で信頼性が高いと評価されています。彼の広告起用は多くのブランドにとって魅力的な選択肢となっています。 平野紫仕様は、その多彩な才能と経済効果を兼ね備えた若手俳優の一人です。彼の高級ブランドアンバサダーへの内定の匂わせや、社会貢献活動を通じて、広告業界やファッション業界において注目を浴びています。 ジャニーズ事務所からの独立後も、そのクリーンで精錬なイメージは多くのブランドにとって魅力的であり、今後ますます彼の活躍が期待されます。平野仕様の経済効果は恐るべきものであり、彼が広告起用したいタレントの一人であることは間違いありません。彼の今後の活動にも注目が集まります。